はい、どうもゴーヤンです。今回はですね、マグメル、昨日爆絶のマグメルの2回目の降臨ですね。前回初回の降臨で M4 の皆さんが見事クリアされましたので、今回はスタミナ半分ということで、いろいろね試そうかなと思いまして、普通にね貫通パで行くと結構絶望を味わって、本来は反射パで行くようなのが想定されてるステージだと思うんですけど、もう前回普通に反射パではクリアしたので、今回は自陣貫通パーティーですね。たまたまね、別に狙ってたわけではなくて、ほんまにたまたまヒーと持ってるんですけど、ガウェイン2体と、ワルプルギス2体持ってるので、まあ貫通パで行こうかなということで、4体ともね貫通できたかったんですけど、フレンドに貫通のマグメルとか、マグメルじゃないわ、貫通のワルプルとかガウェインがいなくて、まあ当然ですよね、みんな普通は反射でやるはずなんで、いなくて、唯一ね一人だけいたので、それと自分の2体目のやつを連れて行って2回だけ一応挑んだんですけど、それに関しては、ボス2で負けてしまいました。雑魚処理しきれずにね、ボス2で負けました。ただまあいけるというか、いけそうな感じはあったんでね、もし次またできそうだったらしたいんですけど、多分フレンドに湧かないんでね、それが厳しいですねと言ってるうちに、まあバトル2ですね。でバトル1の1手目なんですけど、まあ今更ですけど、バトル1の1手目に関してはとりあえずね、ワンチャンクリティカルが出れば天使倒せるんで左に打って、あとはもういい感じに雑魚を両方削りながらギガマンなんですけど、ギガマンの上のでかい数字、電撃が食らうと、電撃を食らうと約6万ダメージが入るんで、約というかまあぴったり6万かな、6万食らうんですよ。なのでしっかりヒットポイントを準備できてれば十分に耐えれるので、2体以上残さないようにするっていうのが大事ですね。とにかく、ワンセット、あの特殊ドクロをね、クロスドクロみたいなやつがついてるやつをしっかりと倒していきながら、確実にギガマンティスを1体は倒しきる。で場合によってはね、もう SS 試してもいいと思うんですけど、あんまり調子乗って長いしすぎるとギガマンティスの防御ダウンが解けてしまって、防御ダウンが解けると結構無理ゲーになってくるんで、SS ダメする場合は防御ダウンがねあるうちにしっかりと突破しといた方がいいですね。まあ、あの1の数字が0になって攻撃来て、その後多分数ターンでもう防御アップは、防御ダウンはなくなってしまうんで、まあ早めに早めにある程度配置が良かった準備できたら、まあもう突破してもいいんじゃないかなと思います。でここはねワルプルに当ててたらもしかしたら天使倒せたかもしれないんですけど、まあとりあえず横間でまあ剣湧いたんでとりあえずいいかなという感じですね。でガウェインの SS が8ターンで貫通から反射変化、めっちゃ強いですねこれめっちゃ強いです。まあ貫通パで行く場合ね、正直ガウェインは必須かなと。ワルプルはまあ最悪いなくてもとは思うんですけど、まあ友情がめっちゃ強いんでいた方がいいですし、このレーザーストップもね結構ひだめ抑える上で優秀なんで、今のもねストップなかったら上のガウェインも食らってたんで、まあこのガウェインにワルプル2が反射じゃないわ、貫通パで行く場合はセオリーというかテンプレみたいな感じになるんかなとは思いますけど、反射のキャラはね結構適正のキャラ増えたのと、まあやり方さえ分かれば別にアルカデア4とかでも普通にいけるかなっていうので、しっかりね天使さえ倒していってガイドさえ見えてれば反射4では普通にクリアできるかなと思います。まあもちろん勝率は 100% じゃないですけど、まあ割と普通に勝てるんじゃないかなと、何回かいけば普通に勝てるというぐらいの難易度かなと思いますね。
やっぱりアルカディア蓬莱に比べるとまだ若干優しめかなといった印象ですね。まあ、もちろん難しいですけど、普通に難しいですけど、まあ、比べると簡単かなと。2周目の爆絶の中では簡単かなという感じですね。で、貫通でシャキシャキいくんで、カラランができないですよね。あ、これですね。電撃6万くらいですね。なので、必ず6万以上ヒットポイント持ってれば大丈夫です。で、カラランができないんでね、どうしてもターン数がかかってしまって、まあ、周回するのにはもちろんおすすめではないんですけど、もしね、ガウェイン手持ちにいて使いたいなっていう方は、まあ参考にしていただけたらなとは思います。今電撃食らって3ターンぐらいはまだ防御ダウンついてますよね。あれがもうちょっとターン数進むと防御ダウンが溶けてしまうんで、そうするともう負けるに等しい感じになります。もうほぼ負けやと思ってもいいと思いますね。全く減らないですからね、防御ダウンないと。で、バトル4、バトル5は割とやられるポイントなんですけど、とりあえずは削りながら、で、ガイドは取りたかったんですけど、まあ取れなくてもどっちでもいいかなという感じで、フレンドのね、反射のワルプルがいい位置に移動できたんで、これでしっかり上とワンセットをとりあえず処理すると。で、左下に出てくるので、ガウェインのSS でしっかりと倒していく、便利ですね。8ターン SS で自強化も入るんでね、普通に強いんですよね。で、次ガウェインが上なんで SS 打っても大したダメージが入らないので、とりあえず下を触る。で、ガウェインのダンクレーザーが入らない。で、ここはワルプルでダンクを拾いながら弱点通過。で、そこそこダメージ入りましたね。で、ここはワルプルで上に入っていって倒しきれるかなと思ったら、ファーですね。あとはまあ適当に5ターン以内に倒せればそれでいいんで、もうほんま適当に弾いてますね。まあガウェインの SS をため直しと期待的なやつもあったんで、結構ほんまに適当です。余裕があったんで、余裕があるとためながらいけますよね。で、バトル5、ここでようやく中ボスのマグネル。で、これ上から反射して、下の弱点、天使縛りで倒そうと思ったらミス。挟まるのはそっちじゃない。まあ、しょうがないですね。で、こっからが結構難しいんですよね。で、ここで謎にクリティカルが出て倒しちゃうと。ほんまは倒してほしくなかったんですけど、まあ、しょうがない。で、次のガウェインの位置でどう弾くのがいいかな。多分当たってるから左は無理かなと。左は無理そうやな。右から一反射でいけるかな。いや、きついな。ループ触らなあかんから、この角度だと。で、ワン、ツー、スリーですね。そしてもうワンセット出てくるので、反射のキャラでしっかり挟まりに行きたいので、ワルプルはとりあえず適当ですね。まあワープ忘れてて、ほんまやったら右に弾いたのが良かったんでしょうけど、今のはまあ普通にミスショットですね。まあでもこれでなんとか入れるかなと思ったんですけど、ちょっと角度がミスってしまって入れず。で、次のガウェインが場所が場所なんで、どうしようかなと思ってたら上にガイドが湧いたのでガイド取る。で、ガイド取ったんですけど、
これ多分左から行っても上から行っても下から行っても両方倒すのは無理かなという判断で適当打ち、さらに次のマグネルも下に触らない、とりあえず剣を取っておく、回復とね。で次のワルプルで確実にハマりに行けるので、反射のワルプルでハマりに行って倒すんですけど、ここまでちょっと時間使いすぎて残り3ターンなんですね。セクシマでバトル5がね、もうほんまに辛いですよね。ほんまに辛いんですけど、まあとりあえず言ってても仕方ない、やるしかないんで、ここは SS 打ちます。でルーペに当たって上に入っていくイメージ。弱点が左やったらね、今のクリティカルで多分飛んでたんですけど、クリティカルでなかったら多分半分いってるかどうかぐらいなんで、結構危なかったですかね。まあでもここ多分ね、縦貫してたらマグメルの友情でルーペ触ってでガウェイン縦貫で結構多分削れるんで、まあ突破できないことはなかったですかね、クリティカルでなくても。でボス戦ですね。でここはワルプルが攻撃力アップ剣取ってるんで、剣士を倒しに行く。多分攻撃アップしなかったら3シャキシャキでも倒せないんじゃないですかね。若干残りそうな気が。でこれは左のガイド取りに行ったんですけど、ラッキーでしたね。いい感じに挟まってくれました。これ結構でかいですね。で、とりあえずガイドを取っとく。で片方だけ倒しちゃうんで、うまいこと調整しながら両方倒せるような動き。これで枚数 M 取ってから上の腰ばいてるんで、瀕死の下のこと合わせて両方を倒すと。で7ターン以内にあの4割ぐらいのところにあるメーターを切ればいいんで、まあ余裕ですね。こっからも結構適当に遊んでますね。とりあえずやられないようにループ叩きながら適当に攻撃で、ここねちょっとね迷って結局変な打ち方するんですけど、まあ普通に2反射でしたね。壁マグメル、ルーペマグメル下で下に多分入ってくたんで、それでも良かったんですけど、 SS もねもう全員溜まるんでね、それでも良かったんですけど、まあまあ全然急がないんで問題はないですね。でこっからさらに5ターン5ターンあるんで、まあ貫通のキャラでルーペ触りながら普通に攻撃してたら負けることはないかなという感じですね。ガウェインが特にねキラーとか乗らないですけど、枚数 M なんで地雷持ってるとやっぱ攻撃が半端ないですし、まあ単純にね攻撃力も高いんで、普通に貫通シャキシャキするだけでも結構なダメージが出ますね。なんかまさかの抜けるっていうね。まあまあどっちでもよかったんですけど。で、ボス2バトル7ですね。フレンド枠も自分の進化ワルプルで貫通4体出た時はここで負けましたね。いやー雑魚処理ができなかったですね。全員貫通だとかなりきつかったですね。でこれは天使倒しに行くんですけど、入りきれず弾かれる。打たんでもよかったかなって感じはしますけど、まあ天使をね倒したかったんでしょうがないですね。で適当打ちで削る。これで結構迷うんですけど、どうしようかなと。ルーペ触って削る、でも多分下も上もワンセット倒しきるのは無理だと。じゃあ SS を打とう。ただ打つにしても打って大丈夫かなと、ラスゲー大丈夫かなと思ったんですけど、やられるよりはいいんで、他にやることもないんでね、とりあえず全員一気に上げていく。これでお互い蘇生を遅らせることができるんで、とりあえず上に入りに行く。ループ触らんとダメなんでね、上にしっかりと入りに行く。でその次にガウェインで下のキャラをルーペ触りながら倒す。
あとは、ワルプルの友情が強いんで、それも発動と。で、この一ターンで、このおじいちゃん倒さないと、また復活されるんで、ここでしっかりとワルプルプラス、シャキシャキ。で、この時点で、即死までが残り8ターンですかね。8ターンあれば、まあまあ、余裕なんで、で、ガイドも出てるんで、まあ、無駄遣いしないように、順番に取っていきたかったんですけど、まあなかなか縦に入ってるんで2個とも取っちゃいそうで、ちょっとまあ微妙なショットいきましたけど、で最終的に2個とも取っちゃうという感じなんですけども、まあまあこれであとまあ1、2ターンで突破できるかなという感じですかね。まあゲージが、ゲージじゃないわ、ガイドが残ってる間に抜けたかったっていうのはやはりあったので、これで相当削ってますよね。からの、これで普通に突破すると。私の推理か。もう若干迷ったんですけど、まあまあ、とりあえずね、抜けて大丈夫だろうと。で、上にマグメルがいるんで、タミカのね、下のマグメルで、天使倒しに行く。電撃が結構強いんで、まあ、通過プラス電撃とかで、1通過プラス電撃とかでまあ倒せるかなと。1通過でいけるかなと思います。で、しっかりとガイドを沸かしておいてから、ガイドを取る。ただまあ、まだガイドが出てるんで、これは取っても取らなくても、まあ、どっちでもよかったんですけど、場所が場所なんでね、まあ、取ってから入ると。で、残りは右のワンセットのみなんで、それを早急に倒したい。早急に倒したいが、位置が悪い。せっかくガイドがあってもね、さすがにこれは入りにけないですね。なので、まあ適当に削ります。で、次の、進化ワルプルも、ちゃうわ。次ガウェインか。なんで、これでね、上下上で入ろうと思ったんですけど、微妙にずれて、上だけ倒してもたーと思ったんですけど、上の子が生き残ってくれたんで、これは来たと。ワルプルで絶対いけるんで、カミカのね、フレンドの。なんで進化の方は適当に、行ったら危うく倒しかねると思いきや倒すと。でまあ倒しちゃったんですけど、結局ワルプルで入れば、両方倒せるんで、まあどっちでもよかったっちゃよかったですね。まあ火だめを気持ちを抑えれてかなぐらいの感じですね。で、ギガマン登場で、ガウェインがいい位置にいるので、SS 打ってハマりに行く。これかなり微調整してます。ワンパンをするために。で、上弱点下段でしっかり挟まってワンパンですね。無事、自陣貫通波でクリアいたしました。いやー、普通にね、ガウェインにしろ、進化ワルプルにしろ、神化ワルプルにしろ、かなり強いですね。全然反射パーティーの中に1体とか2体いても全然安定してクリアできるかなと思います。周回速度は落ちるんでね、おすすめはあんまできないですけど、他にキャラいなければ連れて行ってもいいと思います。で、最後はね、いつも通り、キャラの紹介、どんな身食ってるかっていうだけね、画面映して終わりたいと思いますんで、こちらの動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。長時間、本当にありがとうございます。少しでもいいねと思っていただけましたら、いいねボタンを。動画面白いかなと思っていただけましたら、チャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。それでは。